D とは、かつて我々が敵対した者たちの名だ。しかしそれも、800年前のリリー女王の大失態に起因しているのだ。空白の100年を嗅ぎ回る学者どももしかり、宝目当てにポーネグリフを求める海賊たちもしかり、あの日のリリーのミスがなければ、ポーネグリフなり忌々しき遺物が、世界中に散らばることはなかったのだ。ポーネグリフの解放が本当にミスだったのか、それとも計画的だったのか。むしや、さっきからネフェルタリ家のリリー女王としか言わないのは、なぜだ。女王の残した手紙の送り主の名を言え。ネフェルタリ、D ・リリー。